カムイの喋る角には服来たる。はい、皆さんこんにちは。カムイです。喋る角には服来たる。今日は2019年12月25日水曜日。メリークリスマスっていうやつですね。ね。皆さんはどんなクリスマスをお過ごしでしょうまあ、ほとんどの方はね、お仕事だろうと思いますのでね。えー、これから夜にかけてがまあメインになるのかなそれともまあ、昨日そのメインは済んじゃったんですかね。うん。 まああの、うちの孫もね、えー、今朝動画が上がってましてね、えー、朝方あの、早い時間に起きて、プレゼントを見つけて喜んでる姿がね、動画に入ってましたね。うん、やっぱ嬉しいもんですよね。うん。まあ、皆さんもね、えー、素敵な夜を過ごして、素敵なプレゼントをいただいて、ね、えー、そういう方もたくさんいらっしゃると思います。 まあ、ね、そうじゃない方も、まあ、夢を見ながら頑張りましょう。ね、で、えー、っと、<laughs> 前置きがちょっと長くなっちゃいましたけれども、今日はね、9度ぐらい ?10 度ぐらいにいかないぐらい、ちょっと寒いですね。空はね、まあ、青空というか、まあ、青空というよりか曇り空に近い青空ですけどね。うん まあね、えー、こんなもんでしょう。冬ですからね、うん。まあ、今日はね、雨が降らなかっただけ良かったのかな。えー、っとね、確か2年前の今日はね、えー、雨が降ってましたね。うん。なんでわかるかっていうとね、えー、Facebook に私がね、その、ちょっとした投稿をしてるんですけど、そこのところがね、雨なんですよ。うん。 だからね、雨なんですって。<laughs> うん、で、えー、体重なんですけれども、えっ、ー、とね、やっぱりね、どうも一昨、おととい、うん、の体重がおかしかったのか、ちょっと測定の仕方がおかしかったのか、ですね。うん、やっぱ、あんなに一気に下がるわけないんですもんね。うん、だからまあ、乗り方とか、その、なんかいろんな置き方とかが、 あったのかもしれないですね。ええー、と、言いながらね、えー、プラス 100g。まあ、ちょいと冬の時期になので、どうしてもね、えー、脂肪がつきやすいのかななんて思っちゃってますけど、まあ、食べてるっちゃ食べてますけどね、うーん。まあ、でも、頑張りましょう。 で、えー、血圧が上 108, 下 60, 脈拍65。まあね、えー、ちょうどいい感じだと思います。で,でね、えー、まあ今日はね、えー、クリスマスなんですけれど、皆さんはどんなクリスマスなんでしょう、えー、プレゼントとかもらわれた方もいらっしゃるんですかねまあ 子供さんはね、だいたい誰かからいただいてるでしょうけど、大人はなかなかね、まあ、彼氏、彼女とか、そういう恋人とかね、そういう人たちがいる、もしくはね、ラブラブのご夫婦でしたらね、えー、プレゼントの交換っていうかね、あるんでしょうけど、まあ、我々ぐらいのね、年代になっちゃうとね、おはようですよ <laughs>。うん。まあ、メリークリスマスでもないしね。うん 正月はね、さすがにね、あ、明けましておめでとう、みたいな挨拶はしますけどね、クリスマスは普通の、一般的な日日と変わらないですからね。うん。でね、私がね、えー、っと、今、なんかあげるって言われたら何が一番欲しいかなと思ってよくよく考えたんですけど、やっぱりね、ガジェット類が好きだから、ガジェット類あげるよって言われたら、めっちゃ めっちゃテンション上がるかもしれないですね。うん。で、まあ今ね、あのー、スマホだけでもね、実際使えるのが4台。えー、まあメインはね、iPhone 11を使ってるんですけど、それ以外に Android 端末を3台、えー、持ってて、これはあのー、格安シムをね、えー、入れて、データシムとかそういう風な感じで使ってます。 えー、一台がね、えー、ノバライト3。ファーウェイのね、ノバライト3。あとが、ユミデジっていうメーカーの、A3 プロと S3 プロ。うん。これをね、えー、いろいろと使い分けてます。うん。まあ、そんな感じでね。あとはね、タブレットは、あの、iPad が2、二台。それから、えっと、今ね、 アンドロイド系のタブレットはちょっと人にあげちゃったんでないんですけれども、m アマゾンのね、ファイヤータブレットがね、3種類、えー、合計4枚ありますね。だからそういうのね、本当に大好きなんですよ。もうね、やめられない止まらないカッパエビセンじゃないですけどね。うん。だから、どなたか私に <laughs>、 でも、まあ、いいんです。こういうのはね、うん、自分で手に入れるところにね、えー、そしてね、安く手に入れるところにね、醍醐味があるんですよ。うん、で、安く手に入れてね、ムフフフっていうところがね、すっごい楽しみなんでね、うん、もう、プレゼントじゃなくて結構ですのでね、うん、なんか、いい端末情報があったらね、ぜひ教えてください。ということでね、今日の GG ドドイック行ってみたいと思います。 今日の GG ジジドドイック。メインスマホは iPhone だけど、Android も3個ほど。メインスマホは iPhone だけど、Android も3個ほど。ね、ほんとね、こういうの大好きなんですよね。うん。 まあ、皆さんもね、いろいろなスマホをお使いだと思いますけれども、ね、えー、メインはね、やっぱり大切に使って、えー、他のもし使うんでしたらね、あのー、いろいろの用途に応じてね、使われたらいいんじゃないかなと思います。はい、えー、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。お目汚し、お耳汚しはいつものことですが、ね、明日もまた喋ってみたいと思いますので、よろしかったらお付き合いください。それではまたまた、バイバーイ